皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、松阪市教育委員会では児童生徒に科学や理解の意欲関心を高めてもらおうと毎年理科研究作品を募集し展示会を開いています。今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため展示会は中止となりましたが、審査により特選 A に選ばれた11作品を松阪市ホームページで公開しています。夏休みに身近な生物や環境などを題材に自分たちが興味を持って工夫を凝らした作品が多く出品されました。小学校から251点、中学校から18点の応募があり、この中から審査により入賞作品が決まりました。このうち特選 A に選ばれた11作品は松阪市ホームページで公開しており、研究内容の概要などを見ることができます。子どもたちにはこの研究を通して科学や理科への関心を高めてもらいたいですね。それでは今回のラインナップです。9月13日、滝上市長が臨時の記者会見を開きました。松阪市オリジナルのエンディングノート、木綿ノートについてご紹介します。松阪市戸籍住民課からマイナポイント事業についてご案内します。